ちょっと待ちなさい。ショコラちゃんとバニラちゃんだけなんで、ずるいです。まあこんなことになってんじゃねえかと思って来てみりゃ。あのお兄ちゃん、僕たちも我慢してたよ。カショウ、私を恋猫にしたこと忘れたわけ？カショウさん、私もう我慢できません。も、私はこいつらが心配でついてきただけで、別に何も期待しちゃいねえんだけどな。やったー。ご主人、今日で人生が終わっても構わないという覚悟？はは、言ったな、カショウ。腰抜かすなよ。お兄ちゃん、大好き。みんなと一緒に。ちょっと、心の準備が。ほらほら、めいちゃん。置いていかれちゃうよ。レッツゴー。星空のキャンドルにそっと願いを込めて、いつかその想いが叶いますように。どういうことかしら。クリスマスは昨日終わったはずだけど。めいちゃん、お外に行列が。ただいま、配達行ってきたよ。お兄ちゃん、外にいっぱいお客さんがいるけど、どうしたの？ご主人、電話が来ている。雑誌の電話取材。ご主人様、シュークリームとモンブランとイチゴタルトが売り切れました。他のケーキも残りが少ないです。
ティータイムにはケーキがなくにゃっちゃうかも。おい、カショ、ケーキが足りねえぞ。あたしとバニラが手伝っても全然追っつかねえ。そもそもお前がフロアでうろうろしてたって何もできねえだろうが。パティシエさん、また猫ちゃんに叱られてる。取材の電話に対応しとけ。モンシナはレジと飲み物の注文を死ぬ気で回せ。わかったわ、無難に答えとく。 レジとお茶を入れるの頑張ります。会計を間違えたら尻尾の付け根をくすぐるからな。んでバニラ、厨房に戻る。よし、ショコラ、客席のテーブルをいつまで放っておく気だ。片付け最優先は基本だろ。はい、お分かりにやした。ナツ、次の配達に行く前に少しいいか。あと20分くらいなら。よし、20分だけこっちを手伝え。品切れを把握しとけよ、結構多いぞ。うん、分かったよお姉ちゃん。カショ、ぼさっと見てんな、全然足りねえぞ。手を動かせ。はあ、真面目な話、今のままじゃテーブルも人手も足りねえぞ。ネットの評判でいつも混んでるなんて書かれ始めてるぞ。記念日や週末はこの調子でろくに休憩も入れねえ。週一の定休日だけじゃいくら猫でもそのうち誰か倒れるんじゃねえか。お茶にしてもスムーズに回すためにもっと機械を使うとか、簡単なレシピにするのはちょっとちげえと思うけどな。主人様、ショコラ頑張ります。頑張ってお役に立ちますから。私ももっと早くなる、見てて。僕も頑張るから。お兄ちゃん、もっと早く走って配達してくるよ。取材終わったわよ。私ももっと手際よくできると思う。だからこだわりなさいよ。パティシエのこだわりの店だってインタビューに答えちゃったんだから、妥協しないでよね。カショウさん、私も頑張ります。今のお店が大好きですから。いっぱい頑張って、
でのこと思い出して、モンシナ、ちょっと黙ってろ。もう歌唱だって今のやり方を変えたくねえんだろ。だよな。いいさ、パティシエのこだわりがねえパティスリーなんざ存在する意味がねえよ。でもそれなら人手を増やさねえとな。それこそ猫の手も借りてえってやつだ。どっかに優秀な猫はいねえもんかな。お困りのようですね、皆さん。兄様、私もお手伝いをしますわ。半日だけでも助かるってもんよ。あ、しぐれちゃんだ。お手伝い、超感謝する。半日でも、一日だけでも、ありませんわ。私、ここラ・ソレイユに、今日から住み込みで働きます。マジかよ。ふにゃ、住み込み、引っ越し、段ボール箱、自分にとって本当に大切なことを遠ざけて、今しかないこの瞬間を無意味にしたくはないのです。私にとって何が一番大切なのか、それ兄様との時間が私にとって最も優先するべきことだと悟ったのです。兄様、どうか私がこちらに住み込みで働くのを許してくださいませんか。もちろん父様と母様の許可は得てあります。昨夜までは父様が許可をくださらなかったのですが、晴れて認めてくださいました。分かってんだろうな、歌唱。しぐれちゃん、ガンバ。そっか、しぐれも素直になることにしたのね。ドキドキ、ハラハラ。妹ですから、きっと諦めは悪い方だと
思います。ありがとうございます。やったー、しぐれちゃんよろしくにゃ。やったね。しぐれ様おめでとうございます。しぐれが入ってくれんなら昼飯くれゆっくり食えそうだな。どこまで本気なのか楽しみね。私らだけ電車で通ってられねえっての。私たちはしぐれの猫だものね。姉ちゃんのいるところが私のいるところだから。やった、お兄ちゃんと暮らせるんだね。みんなも家族がいっぱい楽しい。箇所まさか文句はねえだろうな。うん、ならいいけど。その点は抜かりありません。大丈夫です。兄様、増築の手配をしておきました。あずきたちは新しく用意した部屋へ。そりゃいいけどよ。ご心配には及びません。私は兄様の部屋です。ベッドを運びます。にゃにゃ、ベッドを？その手があった。やるわね、しぐれ。わー、しぐれちゃん大胆。僕もお兄ちゃんと一緒がいいな。おばあさまはおっしゃいました。人生は短い、好きなことを我慢する時間なんてないと。私もう我慢いたしません。私の兄さまへの愛はノンストップです。しないために、さあ私の愛を受け止めてください。大好きです兄様。